い、皆さんどうもこんにちは、山下エンジニアリングの山下です。今回はですね、在庫の、フュージョンなんですけど、結構まあお安く、出すので、まあ、フュージョン乗りたい方には結構おすすめだと思いますね。はい、まあ、距離はちょっと走ってるんですけど、まあ、あと外装もちょっと綺麗にすればいいかなっていう感じなんですけど、まあ走りは全然問題ないので、はい、実は今ちょっとナンバー取ってたまに乗ったりしてるので、まあ、使用にも全然問題ない感じの車両になりますので、まあ冬にね、通勤に使いたいっていう方とかいれば、おすすめの車両だと思うので、はい、このフュージョンの説明をしていきたいと思います。はい、工場かと思いきや、畑に来ましたね。初心に帰ろうと思って工場でないところで撮影しています。はい、今回出品するフュージョンですね、まあ、いつも通りちょっと外装からいきたいと思います。まあ、一応マイクつけてるんですけど、風とか環境音入っちゃうかもしれないので、ちょっと後で確認してみますが、まあスモークのバイザーがついてて、純正ミラーで、デュアルヘッドライト、バルブが両方とも LED になってます。まあ、タイヤとかは、はい、山まだありますね。まあ、ちょっと外装がボロいんですよ。なんかタイラップで止まってたり、もう一部テープが貼ってあったりとかするんですけど、まあ、走行動画もあるように、まあ、走る止まれば全然、問題はないです。でシートは貼り替えしてありますね。はい、純正の表皮っぽい革っぽいやつです。はい、メーター綺麗ですね。はい、メーターパネルは新しいやつ変わってんのかな。綺麗です。はい、でハンドルカバーなんですけど、なんかプカプカしてるから、外しちゃいました。はい、一応ハンドルカバー、つくはつくので、はい、ボックスの中に入れてあります。で純正のマットですね。はい、で後ろはこんな感じです。なんかちょっとラインストーン貼ってあったのかなみたいな感じもあるんですけど、まあこれは外しちゃったりとかすれば全然大丈夫だと思います。あと純正マフラーですね。純正マフラー中古で買うと高いですよ。はい、まあ純正っぽいのでおすすめではあります。はい、純正のテールで、なぜかまあハイマウントなんで、ところどころというか、ハイマウント SE の部品がついてるのかな。こっちもまあラインストーンですね。はい、まあ足回りとか綺麗です。タイヤも山もまだありますね。ここに傷があります。まあ、あとこっち側傷ありますね、ちょっと。はい、傷はあるんですけど、はい、こういう感じになってます。ちょっと今茂みに入っちゃったからチクチクまみれになってしまいました。はい、センターパネルとかまあなんか見えづらいんですけど、肉眼で見ると若干茶色っぽいんですよね。真っ黒ではないんですよ。茶色っぽいやつなんで、はい、グレードがちょっと違うかもしれないです。バックレストも多分茶色なんで、多分最初はチャノシートだったのかな。いろいろなんかちょっと外装は変わってるっぽいですけど、はい、おっとっと、こんな感じの、フュージョンですね。まあ、ちょっとまたエンジンかけていきたいと思います。はい、ではエンジンかけていきます。
フットブレーキ踏まないとフュージョンエンジンかからないんで、フットブレーキギュッて踏みながら、オンにしてセルを回してください。はい、普通にまあエンジンはかかります。まあ当たり前なんですけど、普通に足としてたまに使ってるんで、はい、まあ、マイク使ってるからあんまり音拾えないかもしれないんですけど、まあこんな感じです。まあ静かですね。はい、フロントブレーキです。リアブレーキ、ウィンカー、右ウィンカー、左ウインカーついてるはずです。よいしょ。で、昼なんでちょっと分かりづらいんですけど、一応 LED ピカッとついてるんで、はい、はい、ロー、はい、ロー、はい、ちゃんと切り替えできます。ピンオンになります。まあ当たり前ですけど、はい、こんな感じですね。6万キロ目前です。まあでも静かだし、あのいいですよ、全然走る止まれば、問題ないので、はい、その外装さえ気にならなければ、お買い得なフュージョンじゃないかなと、思っております。はい、ここにもちょっと傷があったのかな、テープが貼ってあった跡のようなものがありますね。はい、とりあえずシート外したんで、はい、こんな感じです。あのすっきりしてますね。あの前期型のフュージョンなんで、はい、ブローバイとかもついてないです。なので結構すっきりした、印象です。ちょっとこの状態でエンジンかけましょうか。まあ、全然問題ない感じですけどね。はい、走りに関してはもう距離の割に程度は良さそうかなって、思っています。あの一つ申し遅れがありまして、あのウィンカーなんですけど、このフュージョンオートキャンセルが殺されてるんで、オートキャンセルがキャンセルされてますって言うと分かりづらいから、ちょっとオートキャンセルが殺されてるんですよ。なのでウインカー消すときはウインカー入れてちょっと戻すんですよ。プッシュじゃなくてちょっと戻すみたいな感じで、ウインカーキャンセルされるので、はい、ここだけ、注意してください。まあ、最近のバイクとちょっと違う、押しても消えないんですよね。こうやって押しても消えないんです。なのでちょっと戻す、ちょっと戻す、これでウインカー消えるので、はい、ここだけ、間違えないように、皆さんしてください。すいません、もう一個取り忘れがありました。このリアハッチ、リアボックスのところですね、状態ですね。穴開けしたのかな、穴開けしたような跡があって、ちょっと埋めてあるような感じと、まあ、ステッカーの跡があるよっていう感じですね。まあ、たまにオークションとかでここだけとかメルカリとかでこのパネルだけとか出てくるんで、まあ、それで綺麗にしていただくか、
まあその僕の過去の Vlog にもあるように、まあ、中華の外装で一式自分の好きな色にして交換するかっていうのもありますね。で中はこんな感じです。まあ綺麗ですね。ハンドルのカバー爪が折れちゃってるのかな、ここに入ってますんで、はい、一応リアボックスはこんな感じになっています。はい、小針戻ってきました。というわけで、フュージョンの、出品になります。あの結構というか、まあ金額的には、安いと思います。はい、あのそこから入札していただいてっていう感じになりますので、はい、ナンバーついてて僕の名義になっているので、まあ抹消しないのであれば、ちょっと名義変更が終わるまで預かり金をちょっと納めていただきまして、で名義変更が、確認できましたら、振り込みでお金を返すっていう感じのやり取りに、なると思います。はい、まあ走ると止まる問題ないので、まあ、あの乗って帰っていただいても構わないんですが、あの帰り道のトラブルとかに関してはあの完全に自己責任となりますので、まあ、事故とか、怪我とか、ないように、お願いしたいと、思っています。はい、あのノーマルマフラーのフュージョン結構いいですよ。僕もフュージョンずっと乗ってますけど、まあ、ちょっとやっぱり最高速とか、まあ、性能のこと考えると、まあ、純正マフラーじゃない選択肢になってしまうんですけど、まあのんびり乗るっていうんであれば純正マフラーが一番いいですね。はい、まあ、静かだし、まあ、バンク角も純正マフラーの方があるしっていう感じはあるんで、はい、純正マフラーで最高速が伸びるんであれば間違いなく僕は純正マフラー選んでると、思います。はい、あのこういう仕事してるんで、まあ、うるさいバイク作ってはいるんですけど、基本的には静かなバイクの方が、好きなタイプなんですね本当は。はい、なので、はい、フュージョンとか本当は静かに乗りたいんですけど、はい、まあ、性能の面においてっていう感じで車外マフラーって感じになってるので、はい、ノーマルでのんびり乗りたいっていう方には、おすすめのフュージョンだと思います。はい、冬とかも寒くないですからね、普通のバイクに比べると使い勝手もいいですし、あのまあフュージョン自体は僕もすごいおすすめしているバイクなので、はい、あのフュージョン探している方がいたら、はい、どしどし入札の方、お待ちしております。はい、今回は、フュージョンの出品でした。次回は、まあ、TW かな、稲妻かなっていう感じです。はい、それではまた、次回よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。